はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですがマダンデッキやっていきましょう。このデッキね、ちょっと大会の配信見てて、まあ、すげえかっけえなと思ってこのデッキ組んでみたんですけど、このデッキ1個言っていいですか、マジムズいねプレイングマジムズいね、このデッキ。あのさ、これ何どういうデッキかっていうと、結構そのなんか魔法罠でビートダウンしていく、その相手の邪魔をまあ常にしていくっていうデッキなんですよ。魔法罠ビートみたいな感じなんですけども、やっぱね、相手のデッキへの理解度が必要なんで、結構ねバカには使いこなせないなと思って、じゃ本当に俺プレイングないから、遊戯王界一プレイングないんです俺なんでちょっとね使うには難しかったんだけど、あの使ってる分にはめっちゃ楽しかったし、まあ強いっていうか、あのいいシーンも撮れたんで、ちょっとご紹介していこうかなと思ってます。でマダンっていうのはどういうテーマかっていうとですね、まあ、光属性の悪魔族で統一されてるんですけども、まあ下級モンスターたちが共通効果で、手札から魔法トラップカードのマダンをいつでも発動できるよっていう効果を持ってるんですよ。トラップカードでも手札からパッて打てるっていう効果を持ってるんで、このトラップカードの効果を使って相手のカードをいなしていったり破壊したり邪魔したりするっていうテーマですね。で、魔法トラップカードの方が分かりやすいんで先に説明していくんですけども、例えばクロスドミネーター、これはフィールド上の表側表示のモンスターの効果をターン終了時まで、無効にして効果を高所ゼロにするっていう作業カードですね。はい。それからデスペラードは、表側表示のカードを1枚破壊するっていう効果、それから、ダンシングニードルは墓地のカードを合計3枚まで除外するっていう効果、まあ、これエルドリッチとか刺されます結構、はい、とか、デッドワンズバースト、これは魔法トラップを無効にするっていう効果、それからデビルズディールは、魔導モンスターが効果で破壊されないという永続トラップの効果、それから、ブラッディクラウンは、自分の相手のメインフェーズに手札からマダンを特殊ができるよっていう効果があります。でこういうカードをその盤面に応じて駆使して戦っていくっていうテーマになってますね。はい。でマダンのモンスターたちっていうのは共通効果がもう一個あって、自分がいる同じ縦列で、マダン魔法トラップカードが発動するとなんか効果発動するんですよ。例えばカスパールだったら、マダンカードをサーチできます。発動したカードとは異なる。だから、カスパールがいてデスペラード発動したら、デスペラードが1枚破壊しながら次のクロスドメーター持ってくるとかね、そういう動きができると。で、ドクトルは、墓地から、カード名が発動したカード名、発動したカードとカード名が異なるマダンカードを手札に加える。まあ、要はマダンってカード弾なんですよね。なんかその弾をイメージします。銃弾をイメージしてまして、まあ、銃弾装填するみたいなイメージです。はい。で、ザ・キッドは手札から弾を捨てると、デッキから2枚ドローできるっていう効果ですね。同じ縦列でカードが発動すると、スターは、同じ縦列で魔法トラップカードが発動すると、デッキからレベル4以下のマダンを特殊感できる守備表示でっていう効果ですね。はい。この辺のモンスターを採用しています、今回は。で、こいつら、同じ縦列でカードが発動すればいいので、別にマダンである必要はなくて、例えば金満で謙虚な壺とか、強欲で貪欲な壺とか、あと同胞の絆とか、こういうカードを発動しても一応効果が発動するようになってますね。はい。で同胞の絆はね、結構ね先行で展開できるとめっちゃ強くて、やっぱねいっぱいモンスターが横に並んでると、その縦列でいっぱいその魔法トラップを発動して一気にアドバンテージを稼いできるんですよ。なので、まあ、同胞の絆は3枚は重いんだけど、先行初手1枚欲しいなっていうカードなんですよね。なんでちょっと2枚ぐらいにしてます。これちょっと3枚入れてもいいかもしんないけど、ちょっと被った時めっちゃ弱いっていうのはあるから気をつけてっていう。で、あと、モンスター引けないとか、魔法トラップ引けないと弱いんですよ。マダンって、結局モンスターがいて、魔法トラップが手札にちゃんとあるっていう状態じゃないと弱いので、だから、ドローソース、金満で謙虚な壺とか、強欲で貪欲な壺とかっていうカードを入れて、一応安定感、デッキのね、安定感を増している。あと、神戦。これはね、ライトニングストームとかめっちゃきついんだよね。まあ、破壊耐性、一応、ブラッディクラウンが、デビルズディールがあれば破壊されないっていうのはあるんだけど、これそんなにいっぱい入れたら事故るわけですよ。なので、まあ、これ、まあ、必要な時にサーチできるようにしときたくて、で結構やっぱマスターズディールってライトニングストームとかサンダーボルト結構流行ってるっていうか入ってるんで、デッキの中にそれが辛いので、一応神聖で止めれるようにしてます、そういうカードを。はい。ハーピーの羽根暴起はほとんど魔法トラップ捨てないんで別にいいんですけど、モンスター効果とか魔法トラップで破壊する効果は結構きついんでね。はい。まあ、そういうカードを、まあ、邪魔していくように神聖が入ってる。で、あと、裏同時、エフェクトベーラーは、まあ、誘発対策、相手の先行展開を止めるため、または後攻の、まあ、展開を止めるために入っておりますっていう感じですね。はい。で、エクストラデッキはほとんど使わないんですよ。ほとんど使わないので、まあ、別になくてもいいです。
正直なくてもいいんですけど、一応絶対やってほしいモンスターがこのマックスっていうね、このマックスゲー、マジでマダンはマックスゲー、こいつの効果どういう効果かっていうと、特殊召喚リンク召喚に成功した場合に相手のフィールドのモンスターの数まで、デッキからマダン魔法トラップを手に加えるか、または相手フィールドの魔法トラップカードの数までデッキからマダンモンスターを特殊召喚するかどっちかっていう、これが強いんだよね。あ、ちなみにマダンは手札から発動できるよっていう効果はリンクモンスターもついてますけど、このね、まあ、相手の不正カードとかモンスターの数に応じてどっちか発動してアドバンテージを稼いでいくっていう、まあ、テーマになっております。だから、まあ、マックスだけ拾ってれば別にいいんで、まあ、合金とか積んじゃってもまあいいかなと思うんだけど、はい、基本的にね、まあ、一応その確定でモンスター持ってこれた方が、強いと思ってるんで、なんで金満で金金のつもりにしているっていう感じですね。で、リンクモンスター使ったことがあるのは、ね、ハイパースターはね、たまに使いますね。こいつらね、弱点めっちゃ打点低いっていうことなんですよ。カスパールとか、まあ、スターとか見てもらえば分かる通り、1300とか1200とかめっちゃ低いんですよ。だけど、魔法トラップカードで相手を除去することはできるんで、結構盤面は開くんですよ。だから、1200とか1300とかでぶん殴るっていうことは結構よくするんですね。だこの時にハイパースターがいると打点めっちゃ上がるんで、なんでハイパースターは入れとくと、なんかすげえ展開できた時、同胞の絆とかで展開できた後に展開すると結構打点があって一気にワンキル取れることがあるんで入れてる。これは使った。で、セレーネもたまに使う。要はエフェクトベーラーがいるんで、そのうらら召喚からハリファイバー出して、ハリファイバーからエフェクトベーラー。エフェクトベーラーと、で、セレーネ。で、セレーネでエフェクトベーラー蘇生して、で、アクセスっていうところまでいけるんで、これはあった方がいいかな。なんか何回かやったね、その動きは。まあ、あとはトロイミア、ユニコーンとかは入れてるけど、他、ここは使わねえな、ほとんど。入れてっけど、一応、出るから。ランク3から、戦闘して、アーゼウス出せるから、一応入れてるけど、まあ、ほとんどやったことないですね。もう基本的にはマダンって、マダンモンスターがいて、手札にマダン魔法トラップを抱えておいて、で、その魔法トラップカードで、相手をいなしていくことが、勝ち筋なので、あんまり出さないから、ここなくてもいいかなっていう感じはします、ね。で、最近ね、なんか DD ダイヤマイトボットとか流行ってるんで、エクストラ13万にしたい方は、エクシーズモンスター全部抜いていいです。はい。っていう感じ。早速ね、この、結構プレイングむずいデッキをね、バカながら回していきましょう。デュエル、スタンバイ。このデッキ、プレイングむずいよ。プレイング、世界一ゴミおじさんなんですよ、僕。使いこなせる気しないんですよね。めちゃくちゃ難しいんだけど、このデッキ。相手のさ、デッキのさ、理解度みたいな、まあ、すごい強いですよ、ちなみに、このデッキ。強いんですけど、マジで、相手のデッキの自信、あ、増殖する G。増殖する G、めんどくせえな。まあでも、1枚ドローぐらいは許して差し上げ ればいいのかな、これ。いや、どうだろうな。まあでも、カスパールはさすがにあった方がいいか。カスパールは出しておいた方がいいね。一応1枚ドローまでだったら許そう。金満で謙虚な壺発動。まあ、1回3枚ぐらいでいいか。で、これマダンモンスターっていうのは、同じ縦列で、カードが発動すると、あれなんですよ、効果を発動できるよみたいなのが多くて。で、ザキットは、同じ縦列でカードが発動すると、あ、強いね、いいね。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。デッキから、マダンモンスターを特殊召喚できるという効果を持っているので、これで、今モンスター効果制圧がないので、クロスドミネーターかデスペラーとかどっちか持つよりな。いやー、ライトニングストーンとか怖いんだけどね。まあ今は、効果破壊できないよっていうカードが一応あるから。なのでここは、まあクロスドミネーターかデスペラード。デスペラードに占めるか。で、デッキ突破どうでもよくて、で、効果が、ザキットがいるときに、あ、じゃあスターがいるときに効果が発動したので、デッキからレベル4以下のマダンモンスターを特殊召喚できるので、ここでカスパールを特殊召喚していくと。でカスパールの縦列で、カードを発動すると、違うマダン持ってこれるんですよ。なので、まあ、これはまあこのままエンドして、まあで手札からマダン魔法トラップカードを発動して相手の動きを、まあ、制圧していくっていう感じの動きになりますね。さあ、名推理、そこで発動していいんですか。そこで発動していいんですか。その縦列で発動すると、これ何だろうデッキ、エルドリッチかな。そこの縦列で発動しちゃうとちょっとやばいですよ。ああ、春出てきたね。はい、
そこの立てるで発動すると、なんとカスパールの効果が発動するぜ。さあカスパールの効果によって何らかの、マジックトラップカード、またはマダンカードを持ってくることができる。クロスドミネーターを持ってこさせてもらうぜ。名推理なのであれですね、そうですよね、エルドリッチですよね。エルドリッチだっていうことは読んでいました。ダンシングニードルとかいう最強のカードがあるんで、一応今ね。なんでこれはもう打っちゃっていいんじゃないか。これはもう打って分からした方がいいんじゃないか。分からした方がいいんじゃないか。これ分からせよ。これ早かったから、あれか、コスト払ってからでは良かったのか。別にエルドリッチの特殊召喚する効果遅延して、なんか墓地遅らせればよかったのか。今ちょっとこれ早かったっすかね。ちょっと早漏すぎたかもしれません。沈むのエルドリクシル、はいはいはい。でこれ除外するとデッキから、黄金鏡魔法トラップカードを1枚手札に加えて、まあ、この効果はどっちにしても遅延されるんであんまり意味ないですね。これダンシングニードルはいつ遅延してもよかったが、エルドリッチは早かったかもしれない。1枚ハンデス食らわせられたからな、ワンチャン。これちょっとですね、こういうことがあるからね、ちょっと難しいんだよねこのデッキ。まあデッキから特殊召喚するのは一旦ドクトルかな。カスパーレもういいや。これ一旦ドクトル特殊召喚するか。はい。でドクトルは墓地のマダンカードを1枚。まあ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 、でもデスペラードまだ早いな多分これ。いいよ、ハリファイバー OK で、ハリファイバーの効果クロスドミネーターしよう。グロープブルームはもう最悪しょうがない。 OK で、ハリファイバーの効果発動にクロスドミネーターする。でここで、クロスドミネーター効果でハリファイバーの効果を無効にし、打点を0-0にしながらドクトル君の効果で、墓地からダンシングニードルを回収した方がいい。これはよしよし、一応耐えてる。いやこれダンシングニードル絶対早かったな。いやマジでね、このデッキね、なんかね、その相手のデッキへの理解度みたいなのめっちゃ必要なんですよ。俺エルドリッチデッキ使ったことないからちょっとあんま分かんなくて、対面結構するからまあなんとなく分かるぐらいの感じなんですよね。でドクトル君の効果は、デスペラードが、あ、デスペラードじゃねえ、マダンカードが発動すると墓地のなんか、名称が違うマダンカードを回収できるっていう効果ですね。これ絶対早かった、マジ後悔。バトルフェーズ、あ、オッケー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 、いいよ、オッケーいいよ、そこまでは許容。デスペラード被ったか。まあ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 、ちょっとですね、あれが欲しいんですよね。デッドマンズバーストが欲しいんですよね。魔法トラップカードちょっと無効にしたいんだけど、これでもさすがに1回マックスするしかないよね。さすがに1回マックスで、マックスしられるかもしんないけど、マックスしられてもいいや、最悪マックス1回出したい。なんかあるだよね。まあそういうのあると OK。 4000バーン OK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 。 4000バーンは OK、 4000バーンは OK で、ハリファイバー効果で除外するとチューナーモンスターが出てくるのも、まあ別にそんなに関係ないかな。これはあの伏せカードを、あとは、まあ、丁寧に処理ながら、エルドルッチが出てこないように、そしてエルドルッチがもし出てきてしまった場合でも、エルドルッチを背負ってからダンシングニードルで除外していくっていう、まあ、そういうスタイルですね。はい、さあ何を送るんだよ。あ、ゴズキ、なるほど、ゴズキ効果で、あ、出てこない、なるほど、なぜゴズキ送ったんだ。じゃあまあスター出すよ、スター出してちょっとおい、ちょっとむずすぎるだよこのデッキ。ふざけんなよ。あの伏せカードが何なのかによると、結構デスペラードで処理に行くよりも、まずマックス出して、マックスの効果を投資に行くことから始めた方がいいと思う。俺行こう、マックス。さあマックスの効果発動、相手のマジックトラップカードの数までマダンモンスターを特殊召喚したいが、何かありますか。頼む、通ってくれ、通してくれ。うわあま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 あ、いいだろう、いいだろう。まあそのぐらいは許容範囲内、正直きついけど許容範囲内。 OK でマックスの方が無効になっていく。
でここであと癖1枚ね、あと癖1枚、さすがにそろそろデスペラード使っていいだろう、デスペラード効果発動、デスペラードで相手のシューティングライザーを破壊して、その後マダンステル2ドローしたい。めちゃめちゃ考えてる。あーそれ、あーコンキサドル、オッケー、モンスター特殊召喚いいや、オッケー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 、モンスター特殊召喚1800抜けないで、キット効果1枚捨てて出しくじゃダメ、デビルズディールはいい、デビルズディールもいらないで2枚ドロー、頼む、クロスドミネーター強いぞ、クロスドミネーターは強い、クロスドミネーターは強いぞ、本気ゾロ今何もしないな、ハイパースターらしい、これ何も意味ないもんなこれハイパースターだけ出せんのおもろいな、お前出せんのか、いやこれは1回エンドか、1回エンド、エルドリッチないから言うて出てこない、いける、これはいける、これでエンドフェーズだ、よし、これでさすがにクロスドブレードデスペラードとダンシングニードになるからめちゃくちゃ刺さるぞ、多分バチクソ刺さってる、おそらく、さあ来い、かかってこい、かかってこい、エルドリッチ来た、来た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 、カードを1枚もちろんくれ、 OK、 いいだろう、よろしい、そこもスルースしてやるぜ、さあどうする、エルドリッチ君はあれで なんじゃねえか、コンキスタドールを墓地に送って特殊召喚するっていう子が使うんじゃねえか、来た来た、ここだ、いけ、まだダンシングニードルを発動、ダンシングニードルの効果によりお前の墓地に存在するカードを3枚ほど除外させてもらうぜ、よし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 、これは強い、これは強い、ちょ、あんねんけど俺これ除外しよっか、すべてのその墓地に存在するカードを除外していく、消えるせろエルドリッチ、よーし、おっしゃ、おりゃー、オッケー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 、さあよーし、よし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 ハリファイバーステレーでアクセスルート行こう、俺は中ナと中ナ以外のモンスターでリンク召喚、クリストロンハリファイバー、クリストロンハリファイバーのリンク召喚成功時の効果発動、よーし切断だ、おっしゃプレミアしたがなんとか勝ちをもぎ取ることができたぜ、だから一個言えることはこのデッキは難しすぎて俺には扱いきれねえっていうことだけは言っとくわいやマジでマジむずい、このデッキ相手のデッキへの理解度結構必要だからね、対戦ありがとうございました、さあ行くぜ、ハンドはやばいぜちょっと事故ってるぜ、エフェクトベーラー1枚で止まるかな、このデッキどっちのが得意なんだろうな、でもなんかその先行モンスター行っただけ出してエンドとか結構あるんですよね、モノノベ全然無理じゃね、エフェクトベーラーの効果発動、さあお前の効果は無効にさせてもらうがよろしいか、さあエフェクトベーラーの効果取るか、取る、よし、オッケー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 、これで一応まあ相手の展開を止めることができたんじゃないか、よしエンドフェイス、よしよしよしいいぞ、相手も割と事故ってるんじゃないか、モンやばいな、モンスター引けないでやばいぞ、取るか、金満で元気なツボ発動、金満で元気なツボ効果により、ここも勇気の6枚、勇気の6枚を発動し、もうエクシーズモンスター使わん、いやマックス1枚やっていいか、こいつだな、これで除外していこう、でほい、なんかセレーでいなかった今、もうエフェクトベラいってるしな、セレーでいなかったわ、やばい、あぶねえあぶねえ、まだいなかった、あぶねえよ、まだモンスターいねえとこの時話になんねえからよ、まああとはまあなんでもいいか、順番は結構どうでもいいな、でまずはスターを召喚し、ここで一旦どっちだろうな、どっちだろうな、これこれはカスパール出したいんでリンク召喚するのちょっとまだ早いですね、これデスペラード打ってカスパール出しますか、まずデスペ打って相手の表側のカードを破壊していく、そして
スターの同じ縦列で魔法トラップカードが破壊、発動した場合、デッキからこいつ以外のマダンモンスター相手を特殊召喚できる。現れよ、マダンのシャッシュ、カスパール。よし、リンク召喚はしてもあんまり意味がない。このままバトルフェイスに移行するしかない。いけ、バトルフェイス。スターの攻撃、スターパンチ、うん、よし、ターン終了です。これでデッドマンズバーストあってクロストミネーターあるし、でカスパールの縦列で、クロストミネーター打てれば、なんか持ってこれるんで、まあ、ワンチャンありますね。ワンチャンある。初動1枚、あー、なるほど龍一、なるほど龍一。まあこれはまあ発動してからですね。はい、まあ全然無理ですね。クロスドミネーターの効果発動、クロスドミネーターの効果によりゴズッキーを対象取り、そのモンスターの効果を無効にし交渉ゼロにしていく。ターン終了時までな、ターン終了時までですね。そしてカスパルの効果、カスパルは、マダンカードがこのモンスターの縦列で、発動した場合、何らかのマダンカードを持ってくることができる。これによりマダンデスペラードを手札に加えていく。よし、もうあとはこれでひたすらピットダウンしていくしかねえ。よし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 、相手も動けてないぞ、相手も動けてない、弱いぞ。ターン終了、いや、でデスペラードで次の返しのターン破壊できる。なるほど、なるほど龍一。いやー、これ一体、これ一旦リンクした方がいいのかな。いやでも効果別にどっちも強いからな、これスターもカスパルも。これリンク召喚せんくてもいいか。デスペラード発動で、デスペラード効果ゴズキ破壊する。でゴズキを破壊したので、相手が多分ゴズキの効果で何か出てくると思うんですよ、手札から、おそらくね、ですよね。でゴズキの効果発動、墓地からあやかしを除外すると、まあ、モノロベか、モノロベ除外するとデビルズシールは意味ないね。何が出てくる。でも特殊召喚成功時になんか効果発動できるような知らないモンスターしかあんまりなかった気がするんだよね。でこれでクロスドメーター持ってこればいいから、うわめんど。じゃあダンシングニードル持ってくる。わかった、完璧だ、完璧にわかった、このデッキ完璧にわかった。あ、まあまあまあ、それは1枚ドローして、で1枚捨てる、はいはいはい。で目付き墓地送るのね、いいだろう、そんなに墓地の食っていいのかな。君は今絶望、底知れぬ絶望の淵に沈むかもしれないよ。まずはクロスドミネーターを発動、クロスドミネーターの効果により目付きの効果を無効にしていく。そして同じ縦列でカードが発動した場合、スターの効果によってデッキから何らかのマダンモンスター相対を特殊召喚することができる。これによって、ドクトルちゃん、墓地のマダンカードを開始するとかいう最強のモンスター、このドクトルちゃんを特殊召喚していく。そして、1体のモンスターでリンク召喚、俺はマダンのシャッシュ、マックスをリンク召喚させてもらうぜ。そしてマックスがリンク召喚に成功した場合の効果と、相手のフィールド上のモンスターの数まで魔法トラップカードを1枚、サーチできる。これにより俺が手札に加えるのは、そう、最強カード、ダンシングニードル。ダンシングニードルは相手の墓地のカードを、相手または自分の墓地のカードを3枚除外することができる。いくぜバトルベース、いけー、マックスでアタック、そしてカスパールでもアタックしていく。よーし、そして絶望のカード、マダンダンシングニードルを発動、ダンシングニードルを発動し、お前の墓地のカードすべてゲームから除外させてもらう。これで目付きの効果は発動できない。そして同じ縦列でマダンカードが発動した場合、ドクトルちゃんの効果発動、ドクトルちゃんの効果により墓地に存在するマダンカードを1枚回収することができる。まあでも1回クロスドミネーターでいいか、クロスドミネーターの方が効果が強いよ。しよ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 し、これで君の目付きは全て除外された、展開力は落ちるはずだ。さあ上がってきやがれ、圧倒的嫌がらせカードがいっぱいあるぜ。ウィンナーゴイス、そんなカードはデッドマンズバーストで無効だ。まだデッドマンズバーストを発動、デッドマンズバーストはマジックトラップカードの効果を無効にし破壊するトラップカード、そしてマダンのシャッシュ、カスパールの縦列でマダンカードが発動した場合、カスパールの効果を発動、デッキから
マダンカードを1枚手札に加えることができるぜ。これによってデスペラードを手札に加えていく。これで効果が無効が1回、そして破壊が1回。ヨニゾンビくたばれ、マダンデスペラードを発動、ヨニゾンビを破壊していく。そしてドクトルの効果発動。ドクトルは効果を発動したカード以外のマダンカードを墓地から回収することができる。これにより俺は墓地に存在するダンシングニードルを回収させてもらうぜ。来た、これは来た。誰？ワイバースト。何？貴様そんな中でも入っているのか。まあいいだろう。バトル？ほう。バトルはいいだろう。なるほどな。まあただこのカードはダメージステップでも使えるんだぜ。行け、まだクストミネーターを発動。相手フィート上のモンスターの打点をゼロにし、効果を無効にしていく。残念だったな。ハマってるぞ。やべえ、マダンの嫌がらせムーブ始まってる。よしよしよし、いいぞ。ワイバーサーはいい、別にワイバーサーどうでもいい、コラプサーペントも別に、そんなモンスターをサーチしたところで何も起きない。大丈夫、エンド。よし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 、弱い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 ぞ。これは来て、いけるいけるいけるぞ、いけるいけるいける。あと3950しかねえ。まずはダンシングニードルを発動。ダンシングニードルの効果により相手の墓地のカードもめちゃくちゃゲームから除外していくぜ。まあ、この辺除外すればいいか。おいおいおい、めっちゃ除外して、おいういういういで、ドクトルの効果で今発動したカード以外のマダンカードを1枚手札に加えることができる。これによってクロスドミネーターを手札に加えさせてもらうぜ。めちゃめちゃ強いな。この動きできるとめっちゃ強いんだよな。こうやってなんか徐々に徐々にアドバンテージ稼いでる時のとかマダン楽しすぎ、やばい。もうバッ、そのまんまバトルでいいかもこれ。いけ。これがマダンアルティメット嫌がらせビートダウン。くらえ、ドクトル2連だ。ハマった、これめっちゃハマった、これめっちゃマダン強かった。なんかちょっとすごい楽しい。頼む、あー、わ、割と強い、これは割と強い、これはいいぞ、これは非常によろしい。マダンの射手カスパールを召喚。そして、カスパールと同じ縦列で金満で謙虚な壺を発動。金満で謙虚な壺で6枚除外させてもらうぜ。勇気の6枚除外、もうエクシズモンスターなんて使わない。そしてこれもいらねえや、これでいい。さあそのこのカードたちを6枚除外して6枚デッキトップを見るぜ。お、なんもなしそうやな。いやー、モンスター固まってんな。神戦、神戦、神戦強そうだな、神戦強そうだな、神戦するか。ちょっとかぶってんだよな全部他のモンスター。まあ増人とかもあるけど、まあちょっとさすがに神戦かな、これ神戦で、この見えてる神戦ほどうざいもんないでしょ。多分ね、見えてる神戦ほどうざいもんはないと思う。でカスパールの効果を発動。カスパールの効果によって、これはまあデスペラードかな、まあ、一旦デスペラードですかね、それともデッドマンズバーストですかね。デッドマンズバースト結構あるな。デッドマンズバーストで両方に強くなっておこう。これでだいぶライトニングストームとかされてもね、まあ一回デッドマンズバーストで止めて、で次のモンスターを神戦で止めるみたいなことができるから、割と強い、これは。まあ割と理想ハンドと言ってもいいかもしれない。ちょっと金剣が被ってるのが若干うざいけど、割とハンドは強い方だと思うわ。よしよしよし、いいぞ。やめろやめろ、お前何してんだ。マダンはマダンモンスターがいないと手だから発動することができないんだ。お前何してんだ、ふざけんなマジで。あーか、あーあー、やばい、非常にやばい、非常にやばいことが起きてる。いやでもこれ実技映像だって逃げないってこともある、相手的には。意外と耐えろ耐えろ、実技映像耐えろ、実じゃん。あれはその楽園無理だろ、これこれ絶対無理だわ、これ召喚無効だろ、これ。いけ、神戦発動、
お前のアルバスのラフィンは破壊させてもらう。よし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 、うわー、やめてーやめてー、ああああ、フェンダーを一枚捨てると、このカードを含む融合体モンスターを自分が相手フィードから、ああお母さん助けて助けて助けて、お母さん、うわー